ワールドタクチャンネルです。はい、今日はここ見ても分かんないと思うんですけど、今イタリアのローマに来てます。リア最大のアニメイベントローミックスっていうのが開催されるんで、ちょっとねイベント回ってみたいと思ってます。今回このイベントでだからリアさんと一緒に来てます。アキラさんです。よろしくお願いします。はい、アキラさんです。はい、ローミックスの会場到着しました。なんかすごいな。はい、今オープンしました。行きましょう行きましょう。おローミックスの会場の方に到着しました。これからブースの方をちょっといろいろと見て回りましょう。じゃあ行きましょう。でもすごい空いてるから回りやすいかもしれないです。すごいビッグが売ってます。見てこれ、ドラコンでめちゃめちゃ種類多い。あ、すごいですね。ここなんかシャリンガンみたいなやつがある。あ、本当はシャリンガンだ。これでもすごいですね。すごい、なんか日本のカラコンより全然種類ありますよ。いや、すごい。カラコンいっぱいありますけど、はい、日本ってあんまないんすか？日本はこんな種類ないですし、ね、こういうちょっとジンガイっぽいやつ、はい、こういうカラコン全く売ってないですよ。そうそうそう、特殊な感じの。そういう意味ではここはある程度揃ってる。いや、すごいですよマジで。でこれとか何使う？これすごいっす。これ5ユーロ安っ。これね、エヴァも。そうそう、エヴァのウィッグでもここも。あ、本当だ、めっちゃウィッグある。めっちゃウィッグありますよ。やばい、ちょっと序盤で興奮しすぎて全然進めなさそう。ほら、なんか見たことある、待って待って、ほらほら、これ辺、この辺、ヒロアカでしょ。驚しちゃったの、めっちゃ綺麗。あ、だ衣装もある。通り部、耐久、あ、呪術もありますね。すごっ。これ、それ、それ。ああ、めっちゃあるやん。待てよ、コスチューム110ユーロってことは1万6000ぐらい。6000か7000ぐらい。あ、でもカフカあるわ、推しの子あるわ。本当だ。え、こんなとこで買えるの最高じゃないですか。まあ、まあでもウィッグの数はでもとんでもない、ね、なんとメイク道具もありました。しかも結構おかしくないですか。めっちゃありますよ。まあでも7とかやっぱジョジョ5部は、はいはい、いやでも大人気ってイメージはちょっと。そうなんだ。ちょっと1個買ってみようかな、これマジで。 OK、 Thank you so much。 Thank you。 はい、どうですか、何か買いました？カッターコンタクトが42、はい、はい、すごい、なんかすごいよ。すごい、なんか色がもうなんか、うん、ね、なんかすごそう。なんかね、原神のショックに使いたくて、はい、今回持ってきてるんですよ。やってみて、あまりにもやばくなかったらつけます。やってみる。Thank you。 コスプレエリア、おー、すごいイメージ。あ、マーベル、マーベル、すごい。あ、そうですね。なんかやっぱりいますね、カメラマンね。うん、そんななんか日本に絶対なさそうなブース。今ステージやってます。ステージはなんかやってますよ。クイズかな、紙袋だけ販売するから。これ見た感じは自作っぽい気が。スタジオジブリのブースがありました。あ、すごいすごい、これオフィシャルジブリショップでした。すごい、こっちってこういうネオンのものよく売ってるんですよ。なんですかこれ。ナイキとか、奥見たらほら、あのリザードンの。本当だ、不思議だね。かわいい、なんかすごいね。ネオンショップらしい。ネオンショップ、後ろにほらハンターハンターとか鬼滅もあるし。あー、ボード、すごい、クオリティ高。ハリーポッターとかもある。20ユーロですね。へー、おー、たこ焼き屋さん。普通のブースの中に急に出てきました。今ゴーストバスターズ撮らせてもらったんですけど、ここら辺ゼリーエリア全体がゴーストバスターズのブースになってるみたいです。すごい、ガンダムの、ガンダムハンズ、すごい。おー、グレイ、やばい。おー、ホール、おー、この腕可動式です。おー、おー、やばい、行きます。あー、来てください。こちらすごいですよ。やばくないですか、これ。やばい、もういきなりね、ベッジすごいね、これ原神多いですね。原神多い、この辺全部原神。これスタレかな。で、ここはナルト、ナルト、あ、これスタレだ。スタレ、待って、結構すごいね。ギアショップがすごい多い。まあ、なかなかね、
日本だとこういうショップないから、こんな雑に置いてる。アーチャーの鉄ですよ、本物の鉄で、本物の鉄で作ったやつ。ちょっと持ってみよう。あ、重い重いです。これ鉄の塊ですから。ロード・オブ・ザ・リングか。いやかっけえな。ブリッジダメ、ブリッジ好きやな自分やっぱり最後のやつね。重そう。これはこれマジで本物だもんね。ですよね。あれだ、キルが切る。あー、キルが切る。いやこれもだって切れるでしょこれ。え、切れますよマジで。これマジで。いや重っ。マジでちょっと切る、キルが切る。重いっすか。めっちゃ重いですよこれ。これ重いし、これもうちょっと解いたら切れそうです。キーブレード、え、やばい。これちょっとこれ重い。ちょっとこれ、え、持てます。夢のキーブレードです。重いですか。結構重いけど、なんか両手持ちできるから切り取れるでしょ。これ持っていいですか。なんぐらい。あ、かっこいい。あ、こんなのカーンって言ってますやばいマジで。いや出来が良すぎる。すげえ。ちょっとこれ欲しいけど、こんなの持って帰れないよ。いやもうアウトでしょ。アウトですよ。あ、これ重い。おお。Thank you。待って。プレマッチ。重い。重いです。こんなの震えないです。全部鉄の塊でしょこれ。いやーすごい。アニメキャラの偽札。1枚5ユーロ。台湾の漫画だな。台湾。ああ、台湾っぽい。めっちゃ綺麗。そうそう。でもイラストがやっぱりヨーロッパっぽい、ね。武器屋ですけど、ミリタリーが多い。この辺がなかなか。あ、やっぱこういう洋風の剣作らせたら絶対ヨーロッパにはかなわないですよ。上の階に来ました。はい、あ、すごい。こうやって見ると。今、ノーミックスの上の階に来てます。どうですか。すごい欲しくて、やばいですね。編集めちゃくちゃグッズとかあって。そうそう。本当にこんなにあると思わなかったんで、はい、ちょっと興奮してしまいました。編集がこんなに人気だって思ってなかったんで、これまだ一つのホールなんで、まだまだまだ別のホールあるんでちょっと回りたいと思います。今度別のホールに行ったんですけど、こっちはなんかいろんなゲームショップというかゲームブースがいっぱいあります。あ、あそこの飛行機読めない。サバゲやってますよ。あ、ほんと。あ、ボルダリングやってますよ。ボルダリング紐があるだけで下まで落ちちゃう可能性も別のホール来ました。日本の漫画いっぱい売ってますよ。すごいいっぱいある。あー、すごいね。フィギュアこれすごい数。まあ一応ねジャンル分けはされてるんですけどね。ここがヒロアカとかすごい。ジャンプが20ユーロ3100円か200円ぐらい、下手したら日本の10倍ぐらい。オーバーロードでしょ。で、あのダンジョン飯、奥にね古いデルタの漫画が。あ、通り部持ってます。推しの子。なんか推しの子英語になるとかっこいいな。推しの子、そうす。で、あとマイドレスアップダーリング、来てこい。あ、こういう名前なんだ、タイトル。そうそう。いや、フリーレンも英語だとかっこいいな。これ知ってますこれ。ブルージャイアントってサックスの漫画なんですけど、日本飛び出してヨーロッパ行ってアメリカ行ってる。これ多分これヨーロッパ版の方です。ここにジャンプ売ってるのがすごいんだよ。待って待って待って、これいつのやつ。このセーラームーン。何十年前とかのやつじゃないですか。古いよね、これ。いや、これもだって古いでしょ、これ。本当だ。相当古いよ、これ。多分この辺のドラゴンボール、マジで。あ、本当だ。これ、1998。おー、じゃあ、まあ、二十何年前。そうですね、貴金属も。おー、おワンちゃん。おー、ワンちゃん。8ホールです。そう、ホールこんな。なんか暗い。あそこにステージがあるんだ。正面がすごいでかい、大きいステージで。あ、まあ、こういう感じか。どうですか、なんか見てきて。いや、なんかステージめっちゃ広いです。パフォーマンスしたいです。ここでやりたい。ちょっと今後しばらくの目標ができました。あ、よかったです。目標できたの。